指示の内容には閣僚級のインボイス制度円滑実施推進会議の立ち上げや今月取りまとめる経済対策で必要な支援が実施されることが盛り込まれましたインボイス制度の導入まで1ヶ月を切った中円滑に制度を施行したいという狙いがあります一方制度の導入に反対する団体が国会会内で会合を開き 声優の海田裕子さんらが立場の弱いフリーランスが課税事業者への変更を事実上迫られることや的確事業者公表サイトで個人情報が誰でも見られることなどを挙げ制度の中止を訴えました。